おはようさんです。うむ、君が今回の依頼者だね。そうどすべ。ラジオネーム無農薬紅茶同好会班からの紹介で伺ったんえ。京都の舞妓がはるばるここまでやってくるとは、年末進行よりも緊急事態だろうね。ええ、うちの依頼受けていただけるやろうか。もちろんだ。僕はニート探偵だからね。おおきに、よろしおす。そんなら、早速うちの依頼なんやけど。なんだい？アリス班に舞妓の格好をしてもらいたいどす。舞妓の格好？ええ、アニメ第2話で、なるみさんと四代目さんが杯を交わすとき、アリス班、振り袖をお召しになってやらしたやろ。その時、ビビビッと来たんどす。アリスさんは、和服が似合うわーってね。面濃くて面濃くて、勢いで、ここまで来てしまったんえ。面濃いなんて言うな！あれは、TPO をわきまえただけだ。このベッドの上では、このパジャマが適している。氷の上で、半袖を着るかい？砂漠の上で、ダウンコートを着るかい？和服は窮屈で叶わないよ。相撲取りが子供服を着ているようなものだ。和服がきついっていうのは先入観だすえ。着慣れると案外楽なんよ。そうなのか。実際にきつく締まっているのは腰紐だけなんだす。あとは西洋風のきつい下着をつけなくても、ゆったりゆったりゆったり着こなせるんだすえ。なるほど。ほらほら、アリスさん、着物に興味が湧いてきまへん？君は本当に、はんなりはんなりしているね。これが、世の男性がハマる、舞妓の京言葉のマジックか。君の魅力に、この僕でさえ、心が揺れてしまいそうだよ。ほな、着物に着替えましょう。いいな、断る！なぜなら僕は、着替えが、麺入りのラーメンよりも嫌いだからだ。そう来るのはお見通しや。あやかはーん、あやかはーん、アリスはんの着替えを手伝ってくんなまし。はい。あやかと協力して力技なんて卑怯だー。皆さんこんにちは。神様のメモ帳アリス役の小国屋こと小倉由衣です。ニート探偵事務所へようこそ。このラジオはアニメ神様のメモ帳を応援しつつ、そこのあなたにより神様のメモ帳を楽しく見ていただくためのラジオです。ね、ということで、もうね、なんと24回目らしいですよ。あっという間ですね、本当に。はい、ということで今日も楽しく行ってみたいと思います。はい、それでは今日のラジオドラマでしたが、舞妓さんということでね、いやー、なんか可愛いですよね、舞妓さんの言葉なんだっけ、京弁だっけ、京言葉か、京言葉。すごいなんか昔ずっと可愛いなと思ったんですけど、実際に今日の収録でやってみたら意外と難しくてすごい噛みましたなんかふわっとしてるから、それがすごい噛みやすくてすごい噛んじゃいましたね。難しかったです。でもすごい可愛くてね、こんなのが使えたらきっと男の人はキュンとしちゃうんでしょうかね。なんとかドスエーって可愛いですよね。確かにいいですね、マイクハン。はい、ということで、最近の私自身の近況報告はですね、何を話そうかなと思ったんですけど、やっぱり12月ってことでサンタさんの話をしたいなと思って私はサンタさんは、まあ大丈夫ね、これ小学生とか聞いてないですよね、このラジオ小2、3ぐらいまで、小3ぐらいまで信じてて、あれ小 4? わかんないぐらいまで信じてて、それまでは本当にサンタさんがずっとやっぱいるって思ってたんですよ。でもなんか結構私のお家のサンタさんは割と、なんだろう、おっちょこちょいの部分が結構あるのか、なんか一回2年連続で一輪車をもらったことがあって嘘と思ってすごい楽しみにしてたのに。でも一輪車って大きいから、朝起きた時すっごいワクワクするじゃないですか。
飛び起きて、やばい、こんな大きいのが、何が入ってるんだろうと思って、一年目はすっごい嬉しかったんですよ。一輪車だみたいな。絶対小学校で一回入るじゃないですか。特に女子の間で一輪車って。だからすっごい嬉しかったんですけど、まさか2年連続で来るとは思わなくて、こんなことあるんだと思って、その時はちょっと小学生ながらちょっとがっかりしちゃいました。ねえ、でも、なんか最近サンタさん来ないからな。すごいショックなんです。でもね、きっとこうやってね、私の、こうラジオを聞いてくださってる皆さんがサンタさんとなってきっと、私にお菓子とかくれるんじゃないかなって期待してます。サンタさんみんなサンタさんだよね、きっと。ね。ということで、今年は来ればいいな、サンタさんが。そういうふうに思ってます。ということで、そうそう、12月4日土曜日のアニメイト神様のメモ帳、ブルーレイ、DVD 第1巻発売記念イベントに来てくださった皆さん、どうもありがとうございました。まあ、イベントの感想のお便りとか、ぜひぜひ送ってくださいね。きっと、再来週ぐらいには読めると思いますので、ぜひぜひ、感想などなどもお持ちしております。それでは、いきますよ。神様のメモ帳プレゼンツ、アリスのこちらニート探偵事務所。この放送は神様のメモ帳制作委員会の提供でお送りいたします。電撃文庫ぶっちぎり。無関係に見えたいくつもの事件の裏に隠されていたのは、赤い天使の羽が引き起こしたあの悪夢。テレビアニメも大好評。おかしくて切ないニートティーンストーリー、神様のメモ帳第8巻、電撃文庫より好評発売中。神様のメモ帳プレゼンツ、アリスのこちらニート探偵事務所。さて、まず普通歌を読みたいと思います。はい、ということでですね、今回はね、前々回かな、群馬県の回、群馬県の回っていうのもおかしいですけど、あの回があったじゃないですか。あれの皆さんからのご反響をたくさんいただいておりますので、そちらのお便り読みたいなと思ってるんですが、その前にですね、なんとですね、皆さん聞いてくださいよ。この間散々群馬のことをたくさんバカにしていた川さんなんですが、実はなんと、昨日ね、この収録してる日の昨日なんですけど、昨日、川さんがなんと群馬の草津温泉に行ってきたらしくて、びっくりしちゃった。それで、お土産も買ってきてくれたんですよ。このね、有名な温泉饅頭を、私が大好きな温泉饅頭を買ってきてくださって。しかもね、なんか川さんもあんだけ群馬のこといろいろ言ってましたが、なんと今日ね、言ってくれたんですよ。ついに褒めてくれたというか。いや、群馬は本当に空気のね、住んでて美味しい場所で、美味しいものもたくさんあってね。いや、ソースも意外と美味しい、美味しかったよってね、言ってたんですよ。いやいや、本当にその通りですよね。本当に美味しいですよ、群馬は。しかも温泉もね、すごく、やっぱ温泉いいですね。一番有名ですもんね、群馬ね。草津いいな、自分行きたいな。ということで、川下さんもね、だいぶ群馬に対して好印象を受けてくれたみたいで、本当に良かったですね。ということで、早速温泉饅頭いただきたいと思います。どうしようかな、白い方と茶色い方があるんですけど、どっちがいいと思います？え、かわいさんどっちがいいと思いますか？白い方と茶色い方。え、かわいさん食べるとしたらどっちがいいと思いますか？白い方と白。はい、じゃあ白の方いただきます。やった、久々の温泉饅頭。いただきまーす。うわー、おいしい、やばい。あー、おいしい。うん、あ、いいですね、この生地の食感とこのこしあんの滑らかさね。いや、素晴らしい。しかもこれさ、すごいこしあんの量が多くて、ありがとうございます、かわしさん。うわー、おいしいよ、嬉しいな。あ、しかも、うん、白い方のあんこも入ってる。白あん？うん、おいしい、止まらなくなっちゃう。
でもダメだ、お手入れもなきゃ。よし、じゃあこれ後で食べるとして、早速。そうですね、グマさんも川瀬さんに、グマが川瀬さんに改心してどうするんでしょうかね。間違えました。川瀬さんもグマに改心してくれたということでね、こちらが正解でした。じゃあ、早速、お便り読みたいと思います。ラジオネームペンさんからです。ありがとうございます。おぐにゃ、こんにちは、こんにちは。第22回聞きました。ありがとうございます。川瀬さんは強敵でしたね。ですが、群馬の敵は他にもいます。それは、ヒロ役の桜井さんです。桜井さんと鈴村さんが出演されていたテレビ番組が群馬県でも放送されることになり、群馬県民への挨拶として、桜井さんが群馬県の歌を、即興で歌うことになったのですが、群馬、群馬、群馬と、いうイントロの後、桜井さんの口から最初に出た言葉は、那須高原でした。桜井さんにも群馬のことを知ってもらう必要がありそうです。おぐにゃ、群馬のために頑張ってください。応援しています。とのことです。ありがとうございます。そうだったんですか？桜井さんが全然知らなかった。これはちょっとどうかと思いますね。イントロからしてちょっと、群馬、群馬、群馬、適当すぎますよ、これ。でもなんか歌にしたら可愛い気がしますね、群馬って。群馬、群馬、みたいな。即興で？群馬、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 温泉まんじゅう。なんかでもやっぱこの群馬っていいですね。歌にしたらすごい可愛い感じしません？いいかも。いつかね、私もなんかこう、群馬県の歌みたいな感じで歌えたらね、いいじゃないですかね。あ、いいですね、それも。そっか、じゃあ今度桜井さんの時は、ちょっと群馬の魅力を伝えて、見たいと思います。はい。ありがとうございます。ではでは、お次。ラジオネーム、油断大敵、怪我ボーボーさんからです。ありがとうございます。どういうこと？怪我ボーボーって。面白いけど、なんか。はい、じゃあメッセージ。ゆいちゃんを応援するために初めてメールを送ります。ありがとうございます。群馬県が日本一なものが一つだけありました。なんだ、毒情報だ、これは。それはなんと、日本で知名度が一番低い県、または、ん？美人が一番少ない県ということです。すみません。これくらいしか見つけられませんでした。まあ、何の特徴もない県よりはマシかと思いますよ。とのことです。ちょっとこれだったらまだ知らない方が良かったよ。そうなの？でも、知名度が一番低いは嘘ですよ。だってあるじゃないですか、もっと群馬よりも、なんか、こう、じゃあ都道府県全部言ってって言って、忘れちゃうような県であるじゃないですか。だから、群馬一番じゃない気がするけどね。でも、美人が一番少ないっていうのはちょっと驚きだな。私、美人、いや、結構いた気がしましたけどね、群馬でも。なんだこれは、何情報だろう。本当に。そっか、でも、そんなことないですよ。ねえ、ケガボーボーさん。群馬県だって、ねえ、知名度は結構ありますしね、温泉とかでね。だって、駅とかめっちゃあってありません、群馬の広告。群馬ちゃんめっちゃいますよね。もうそこからして知名度は結構あると思うんですよ。美人さんも温泉があるから絶対多いんですよ。ほら、またまた。よし、OK。よし。じゃあ次。ラジオネーム、マルルンさんからです。ありがとうございます。おぐにゃー、スタッフの皆さん、こんにちは、こんにちは。第22回の放送で、プロデューサーの川瀬さんが、おぐにゃをいじっていましたよね。僕は、おぐにゃをいじめるなんてひどいという感情が芽生えるのと、同時に、いじめられているおぐにゃが可愛くなり、いつの間にか、川瀬さんもっと、いじめてあげてと思うようになってしまいました。おいおいおい。ちょっと、川瀬さんのせいで、S に目覚めてしまったかもしれません。どうしてくれるんですか？でもまあ、可愛い子をいじめたいっていうのは、小学生男子っぽいですよね。ところで、オグニャは、この男子自分に気があるんじゃないと思う感じの、ちょっかいの出され方の経験ってありますか？とのことです。ありがとうございます。
ちょっとちょっと私と一緒にこう戦ってくれるんじゃないんですか。まさかの川さん側に回しちゃう派ですか。嘘得意な顔して、河合さんが今得意な顔してるらしいんですけど。ちょっと、河合さんド S ですよね、ほんとに。いじめっ子か、そうだ。そっか、いじめっ子、小学生の時とか、もう、ね、すごい想像できますね。あ、スカートめくりとかして、そう、河合さん。めっちゃ。はい。女子の敵ですね、ほんとに。はあ、私は別にでも、小学生の時、なんか記憶にあんまないんですよね。私、前も言ったかもしれないんですけど、結構忘れっぽくて、なんか過去のことあんまり覚えてないんですよ。本当に。なので、なんか小学生の時本当によく覚えてないんですけど。でもちょっかいはなんかありましたよね、小学生の時って。結構男子って、気になってる子になんかこうちょっかい出して、で、その子が泣いちゃうみたいなことありますよね。結構。川さんそれだ。きっとね、そういう男子ですよね。私のこと気になってる。それはまた違う気がするんですけど。そういうんじゃないですよ、きっと。ただ単に本当に、いじるのが好きなんですね、カエさんはもうきっとね。はい。じゃあ、次のお便り。はい。うん。ラジオネーム、ホーさんからです。ありがとうございます。小倉さん、スタッフの皆さん、こんにちは、こんにちは。第22回のシューマイにソースをかけるという話を聞き、メールさせていただきます。ありがとうございます。私は群馬の高崎で18年間暮らしてきましたが、私の家ではシューマイにソースはかけなかったです。小倉さんの家だけではないでしょうか。ちょっと何言ってるんですか。私の家では、祖母が野菜炒めを作るときにソースを使っていましたよ。むしろあなたのお家がきっとこれは違うんじゃないですか。ではでは放送楽しみにしていますね。 PS 群馬県人はソースが好き、これは間違いないですとのことです。ありがとうございます。え、嘘だ。これきっと私のお家が変っていうかは、ホーさんのお家がきっと野菜炒めにソースは絶対ないですよ。しますか。しないですよね。ディレクターさんもしないと言ってますよ。カエさんもきっとすごい顔しそうなイメージが。でもそれは野菜炒めはしなくて普通だと思うんですが、これ逆転じゃないですか。え、そうなんだ。そっか、なんでだろうね。野菜炒めは醤油ですよ、やっぱり。ソースですよね、でもシューマイは群馬だったら。謎ですね、高崎なのに。なんでですかね。でもきっとこれはホーさんのね、お家がきっと周りの人と違うっていうことでいいんじゃないですかね。多分お友達とかきっとソースだと思いますよ、だって。まあ一回ね、意外とソースにかけてみたら美味しかったりすると思うので、ぜひね、群馬県民の方ですね、やってみてください。ありがとうございます。ではでは次、ラジオネームニートであり自宅警備員さんだ、かっこ柴犬散歩係さんからです。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんにちは、こんにちは。群馬県でいじられるといじめられる、ん、群馬県でいじられるといじめられるとのことですが、山田電機があるじゃないですか。山田電機の総本山、お膝元ですよ。高崎駅に本社があります。47都道府県を制覇している唯一の電気専門店ですよ。全国でみんな買ってますよ。群馬の会社のお店で、高崎駅から長野新幹線と上越新幹線が分かれる重要な地じゃないですか。その高崎駅にでっかい山田電機がありますよね。私はその山田電機を体調不良のため今年4月に退職しました。晴れて立派なニートとなりました。これからもラジオとても楽しみにしています。 I love you とのことです。ありがとうございます。まずはまずはそうですね、なんと高崎に本社があるとのことで、これは私も知らなかった。すごいことだ。やったね、群馬。
確かに山田電機よく見るかも。嬉しいな。そうなんだ。でも47都道府県を制覇しているのは唯一なんですか、山田電機は。すごくないですか、それで。群馬が発祥の地ってことですよね。いやー、さすが群馬。もう電気関係もね、素晴らしいっていうね。いやー、素晴らしいですね、本当に。ねえ、本当にみんな全国でね、じゃあ群馬県のお店でお世話になってるってことじゃないですか。いやー、さすが中心ね、日本の中心群馬県、素晴らしい。よし、いいぞ。ということで、このことは体調不良で退職してしまったんですか。なるほど、そっか。まあね、でもそんなね、こう今までのね、山田電機でね、生かしたこの経験とかはね、きっと心にしまってね、まあ幸せなこのニート生活を送っていただけたらいいんじゃないかなと思います。いや、嬉しいです。とてもラジオを聞いていただけてるとのことでね、ぜひぜひまたこれからもね、このラジオを聞いて楽しんで、そしてまたこの群馬県情報も送ってくださるとありがたいです。ありがとうございます。それではここで一曲、好評発売中の神様のメモ帳キャラクターファイル、あやかかっこかやの愛さんよりアナザースカイ聞いてください。場所を探して赤い空を急いだ夢は、不器用な言葉を傘に朝を迎えた。変わらない場所に響くいつものお悩み探偵団。このコーナーは皆さんのお悩みを私小倉局長が可憐かつ優雅にスパッと解決して、悩むことなく神様のメモ帳を見ていただこうというコーナーでーす。はい、ということで、実は先ほどね、さっきあの桜井さんのねお話ししたじゃないですか。那須高原って栃木じゃないですか。実は私も曖昧、ちょっとあんまり曖昧で、さっきスタッフさんに聞いて、なるって思って。だって那須高原私も行ったことあったから、群馬だってちょっと思ってたかも。だって、ね、何も知らず、車でこちら出かれたから、群馬なのかなって思っちゃってた。はい、そんなこんなで。では、早速お悩みを行きたいと思います。まず一つ目。ラジオネーム、一日だけずっと寝てたいさんからです。ありがとうございます。同感です。小倉さん、こんにちは、こんにちは。ラジオ聞くのが毎週恒例になっています。ありがとうございます。ところで、僕はモノマネが得意で、テレビに出れるぐらい得意なんですが、最近野球の練習がきついのと、寒いということで、喉の調子が悪いです。うがいしても多少良くなるだけで友達に披露することができません。どうしたらいいでしょう、とのことです。ありがとうございます。そっか、うん、喉もね大変そうだけど、でもこのモノマネもすごく気になる。すごい気になる。そっか、テレビに出れるぐらい得意なんですか。すごい、
そのなんか、なんですか、テレビに出れるの出れないのとかの、どれ、境目がちょっと、わかんないんですが、でも気になりますね。その面白さ。そっか。でも残念ですね、確かにその喉のね、せいでせっかく面白いネタがね、披露できなかったらね、寂しいですよね。そっか、うがい、じゃあ私はこれ、どうしたらいいか答えればいいんですよね、きっと。喉をどうしたら良くなるか、みたいなね。使いすぎて、あとプラス寒い時とかですね。そうだなぁ。まあでもたくさんやっぱね、出しちゃうのは、まあ練習だし仕方ないと思うので、きっと出し方があんまり、こう喉から張っちゃうと、やっぱ喉が結構痛まっちゃって、こうね、負担かかってあんまり声が出なくなっちゃうんじゃないかなと思うので、発声を変えてみたらいいんじゃないですか？腹式にして、お腹から声を出したら、結構喉にも負担が少なくなる気がします。あとは寒い時はね、まあ、寒いのは仕方ないけど、やっぱり、喉も結構温めると、すごく通りが良くなったりするので、こう、蒸しタオルとかでね、どんどん温めたりして、やっぱ、喉も冷やさない方がいいと思うので、そしてあとは、うがいはでもすごくいいと思います。風邪もひきにくいし、喉にもすごいいいから、まあ、しすぎは良くないと思うんですけど、うがいして、あとは、龍角散とかの喉飴舐めたら、きっといいと思いますよ。そしたらもう、完璧ですよ。もう、面白いネタができて、きっとテレビにも出れるんじゃないかなと思います。ぜひ頑張ってください。ということで、腹式呼吸をして、喉を温めたまえです。頑張ってみてください。ネタも頑張ってね。ではでは、次。ゆいちゃん、こんにーと、こんにーと。今日はちょっと悩みを聞いてほしいんです。はい。僕は高2なのですが、高1まで部活だけをやっていた反動か、部活を辞めた今、結構な頻度、かっこ毎日でゲーセンに行ってしまいます。学校から割と近いことや、そこにいる友人と話すのが楽しいこともあり、学校側にフラフラと寄ってしまいます。勉強に専念するためにも、どうにかして部活をやっていた時のように直帰したいのですが、いい方法はありませんか？教えてください。長文失礼しました。とのことです。ありがとうございます。あ、すいません。ラジオネーム言ってませんでしたね。ラジオネーム、ジャスティスさんからです。ありがとうございます。あ、ジャスティスさんでした。間違えました。いろいろすいません。ありがとうございます。そっか。ゲームセンターに毎日、すごいね。そっか、でも、部活を毎日やってたから、時間ができちゃってってことかな。今までね、全くやってない人がね、時間ができちゃうと、やっぱそうなっちゃうってことなのか。なるほど。でも、こうやってちゃんとさ、勉強に専念したいっていう気持ちがあるのは、すごくいいことだなって思います。でもなんか、そうだな。私からでも、私が言うとしたら、なんかせっかく時間があるんだから、やっぱりね、勉強できる時間って、すごく貴重じゃないですか。特に私からしてもすごくなんか羨ましいというか、とっても貴重な時間だと思うので、でも、こうやってね、学生のうちしかやっぱできないことだと思うんですよ。こう学校帰りにゲーセン行って、たねっこ喋るっていうのも、学生にしかできないことなので、やっぱ楽しむとこはね、楽しんだ方が絶対いいと思うので、自分の中でルールを決めて、じゃあ、毎週何曜日は、ゲーセンに楽しむ日にしようって決めて、それで、あとの日は、ちゃんとこう、勉強の計画を、毎日、じゃ何時から何時までこの教科でって決めて、そしたらきっとね、こうやって毎日ね、こう、ゲーセンに行っちゃうこともなくなるんじゃないかなって思います。きっと、なんだろう、大人になってからね、そしたらね、こうやってちゃんと計画立てて勉強とかしたら、あの時やっててよかったなって絶対、思いそうじゃないですか、なんか。ね。でもね、結構、時間がね、せっかくあるなら、ぜひそうやって有効的にね、使っていただくのが、絶対いいと思いますよ、本当に。そうだな、あとは、きっと、こう学校だけだと、やっぱり体力が余っちゃうじゃないですか。部活だと疲れても、多分そこ家に帰るしかないと思うんですけど。なので、学校でもう学校の授業を、めちゃくちゃ真面目に聞いたりとか、わあ、ね、あとは逆に友達とすっごい楽しんで、体力を使うとかして、
なんかそうしたらね、きっともう学校行っただけですごく疲れちゃって、そこ家に帰りたくなるじゃないですかね。確かに。発言とかめっちゃして。絶対疲れると思いますよ、そしたら。ね。そしたらお家にね、きっとすぐ帰れると思います。なのでぜひね、そんな感じでやってもらえたらなと思います。それでは、計画を立てて、有効に時間を使いたまえ。はーい。頑張ってくださーい。はい。ではではですね、ここで、この間、あ、じゃない。あ、間違えました。続いて、お悩み相談探偵だー。ここからは逆に、皆さんに私の悩みを解決してもらいます。この間言いました、私の悩み。クリパがしたいんですが、どうしたらいいですかに、たくさん回答を送ってくださってありがとうございました。なんかすごいアバウトのね、質問になっちゃったのにもかかわらず、たくさんありがとうございます。皆さん本当に。それでは早速紹介したいと思います。まずは、ラジオネーム、KO 多摩センターさんからです。ありがとうございます。小倉さん、こんにちは、こんにちは。さて、クリスマスパーティーの予定の合わせ方ですが、クリスマスとクリスマスイブは、彼氏、彼女のいる人は予定があるのはもちろん、いない人も身を張って予定があるふりをします。そこで、クリスマスイブイブ、かっこ12月23日に予定を合わせてみてはいかがでしょうか?とのことです。ありがとうございます。あ、なるほど。クリスマスとかイブは、みんな予定が、合わせにくいからってことが。から、イブイブってやつに、23日に予定を合わせる。そしたらいいんじゃないかと。なるほど。ああ。そうしたいけどね。ねえ、事務所の方にね、言ってみようかな。てかむしろ事務所でさ、クリスマスパーティーをしたらいい気がする。事務所のみんなで、クリパーみたいなの。でも、あ、そうだね。そうしましょう。そしたらきっと、あ、でも、クリスマスっていうかもう忘年会になっちゃうのかな、事務所でるとしたら。そんな感じがするけど。いいな、やりたいな。いいな。そっか。あ、マネージャーさんがいる。あ、オッケーって言われた。すごい軽い感じだけど、オッケーってなんか。じゃあなんかできるみたいです。やった。はい、じゃあ楽しみにしていたいと思います。ぜひ、イブイブにね。はい、ありがとうございました。次、行きます。ラジオネーム、ペンさんからです。ありがとうございます。オグニャ、こんにちは、こんにちは。クリパを盛り上げる方法を考えました。まずは、パーティー開催の情報を出す際に、ユイサンタからみんなへのクリスマスプレゼントなどと銘打っておきます。それを見た人は、可愛いサンタコスをした小倉さんが見れるに違いないと思い、パーティー会場にやってきます。しかし、そこに現れたのは、リアルなサンタに近い、太ったおじさんの格好をして、フォーフォーフォーと笑うオグニャだった。というものです。意外な展開に盛り上がること間違いなしです。事務所の方なんとかスケジュールは来てください。お願いします。とのことです。ありがとうございます。これね、でもね、私もね、ちょっとこれは思ってたの。別にあれだよ。僕ら言うから、素敵なクリスマスイブとかそういうのはするつもりなかったですが、なんか、撮影とかで結構、可愛いサンタの格好はするんですよ。結構。なので、なんかまあそれにはもう結構慣れているってのもあれですけど、もう着慣れているので、なんかその自分わかるんですが、なんかリアルサンタコスってやったことがなくて、一回やってみたいなってずっと思ってて、ね、こう結構、なんだろう、お腹になんかこう入れたりして、ぽっちゃりした感じのサンタさんにして、つけひげとかもつけてみたりしたくて、それでこうやってプレゼントを、くせよって、すごい楽しそうじゃないですか?そういうのとか。やってみたいなぁ。あとね、個人的にクリパをやるとしたら、プレゼント交換もすごいしたくて、なんか憧れるんですよ、私。プレゼント交換って小学生の時しかやったことなくて。そうなんですよ。小学生のなんだっけなぁ。なんか、そういう授業の一環でやって、総合だっけな。そういう、コミュニケーションを学ぶみたいな授業で、みんな手作りの、なんかプレゼントをこうやってなんかプレゼント交換するみたいな感じだったので、しかも男子も混合だったから私せっかくね頑張って何作ったんだっけな、なんか作ったんですよ、頑張って縫って、
巾着だったかな、ハンカチとかで頑張って作ったんですよ。女子は割と頑張ったんですけども、男子が小学生だからね、みんなそうなっちゃうんですけど、なんか変な折り紙みたいなのとか、あとはよくわかんない物体もうとりあえずよくわかんない物体みたいなのが回ってきて、なんかもうそういうイメージしかなくて、だからよく雑誌とかに載ってるこうプレゼント買うなら2000円以下のものはこれみたいなのが載ってるじゃないですか。ああいうの見ると、あ、こういうのがこんな素敵なものが回ってくるんだっていうのを考えるとすごい羨ましくて、なんかやってみたいなっていつも思ってますね。今年こそはできたらいいな、クリスマスプレゼント。はい、プレゼント交換カバスさんと、絶対もうあれですよ、なんか群馬をバカにした感じのキーホルダーとか手作りのなんかそういうのが来そう温泉まんじゅうじゃないですか、またでもね、やってみたいですね。スタッフさんとかでもいいですね。みんなでやるのも楽しそう。あ、スタッフさんね。でやるのも楽しそう。はい。ということで、クリッパーの締めを、じゃあ自分にしたいと思います。クリスマスイブイブに、クリッパーをして、プレゼント交換をしたまえあ、サンタ忘れてた。まあいいや。そこはじゃあクリパに含まれてるということで。はい。じゃあね、次のお悩みもまた言いたいと思うんですが、こんなお便りが実は来てたんですよ。聞いてください。ラジオネーム、友達が社長の孫の友達さんからです。ありがとうございます。ゆいちゃん、スタッフの皆さん、こんにちは、こんにちは。早速ですが、聞いてください。なんと、僕の友達が、クッピーラムネでおなじみ、拡大成果の社長の孫と友達だったんです。僕が先日高校にクッピーラムネを持って行った時に、それ俺の友達のじいちゃんが作ってるんだぜといきなり自慢されて、とてもびっくりしたんですが、これはぜひゆいちゃんに知らせなくてはと思って投稿させていただきました。ついに来たーついに来ましたはい。でね、ですね、よく聞いてみると、そのお孫さんとは同じ中学の同級生らしく、よくタダで大量のクッピーラムネをもらっていたそうです。なんだって、全く羨ましい限りですね。今後社長やお孫さんに会う機会があるかもしれないので、会ったらゆいちゃんがクッピーラムネの宣伝をしていてくれるってくることをもうダメだ、だってさ興奮しちゃってさ口が回んないしてくれていることを伝えておこうと思います。その時はまたメールしますね。それではまたとのことです。あー来たありがとうございます。みんな聞いた、ついにここまで近寄ってきましたよ、クッピーラムネが。ついに、いやーあるんですね、奇跡は。なんかこうやってずっとね、この愛を語ってるとね、やっぱりついてくるもんですね。すごい、もうぜひ私のご紹介をしていただければなと本当に思う限りであれあるんですが本当に私も知り合いになりたい、このね、お孫さん、いやもうね、せっかくなので社長さん、いやーいいですね。いやいやいいですよ、だってね、私も宣伝ねしますし、いやもう完全にクッピーラムネキャラになってますもん、私なってますしね、きっとラムネとかももらえるそうじゃないですかね、きっとくれますよね。わあ嬉しいな。じゃあなんだろうな、クッピーラムネだからクッピドルとかね、そんな感じでなんかあるじゃないですか、なんとかドルみたいなクッピドルみたいな感じでねなれたらいいな。ということで、このお便りを受けましてですね、今度のお悩みは、クッピーラムネの方とどうやったらお知り合いになれますか。皆さんよろしくお願いします。以上、お悩み探偵団のコーナーでした。それではここで曲を聴いてください。好評発売中の神様のメモ帳エンディングテーマ、鈴村健一さんで明日なろ。こちらニート探偵事務所、引きこもりのニート探偵アリスとニート寸前の高校生ナルミ、依頼人の少女メオにヤクザの手が迫り、月刊コミック電撃大王で連載中、神様のメモ帳第2巻、
電撃コミックスより好評発売中。さて皆さん、今週の放送はいかがでしたでしょうか。いや、なんかいろいろとあってすごいなんか濃かったなと思うんですがね、とりあえず私は今もう温泉まんじゅうを2つ完食してしまいました。美味しいな、やっぱり温泉まんじゅうは。ん？2つ目の味、あ、そっか、最初白い方食べてその後に茶色い方の食べたんですが、こっちはね、なんだろう、黒糖だっけな、確か使ってんのか。風味がね、鼻に通る風味が全然違うのでね、皆さんぜひね、食べてみてもらえれば。そう、あとつぶあんなんです。白い方はこしあんだったんですが、こっちはつぶあんで、どっちも美味しかったですね。ぜひ皆さんも機会あったら温泉まんじゅう食べてみてくださいね。草津温泉のです。はい、ここで恒例の宣伝タイムです。まずは原作情報。原作ノベル神様のメモ帳は第8巻まで好評発売中です。そしてティブさん作画のコミック神様のメモ帳も2巻まで出ています。ブルーレイ DVD 情報。神様のメモ帳第4巻は12月21日発売予定です。アニメは7話と8話が収録されています。岸田メルさん書き下ろしジャケットで、初回生産限定特典でこのラジオを収録した CD ロムと、原作杉ひかるさん書き下ろしショートストーリー神様のメモ帳リバーシブル4と、作品解説が収録された特製ブックレットがついてきます。他にも通常版共通特典としてオーディオコメンタリーなども収録されています。絶賛予約受付中です。そして CD 情報。蝶々さんの歌うオープニング曲変わる未来、鈴村健一さんの歌うエンディング曲アスナロ、神様のメモ帳キャラクターファイルアリスかっこ小倉ゆい、神様のメモ帳キャラクターファイル彩香かっこ茅野愛さん、テレビアニメ神様のメモ帳ドラマ CD シャッターチャンスの裏側、キャララジオアリスの勤労感謝を耐え忍ぶ CD、そして岩崎拓さんの素敵なメロディーがたっぷり入ったオリジナルサウンドトラックも好評発売中です。詳しくは公式ホームページ神メモ .com にアクセスしてください。はい、ってことでこのラジオは皆さんからの投稿をお待ちしております。普通歌各コーナーのお便り、ラジオ、原作、アニメの感想などなど、皆さんからのメールいっぱい待っています。以上、本日のラジオ終了です。ナビゲーターは奥にゃこと小倉優でした。バイバーイ。この放送は神様のメモ帳制作委員会の提供でお送りいたしました。